本館畑山記念館は、東京都港区白金台2丁目にある美術館。所蔵品は、茶道具を中心とした日本、東洋の古美術品であり、国宝6件を含む。実業家、畑山一世が、自らの収集品を公開するために開館した。運営主体は、公益財団法人荏原、畑山記念文化財団である。煙寺万象図殿、薪谷筆。 畠山一世株式会社エバ原製作所の創立者として知られる実業家畠山一世は1881年金沢に生まれた家系は能登の守護大名畠山氏の血筋を引くという畠山は東京帝国大学機械工学科を卒業後1912年エバ原製作所の前身にあたる井の口式機械事務所という会社を起こしたこれは 東京帝大で彼の恩師であった、井口アリアの発明した井口式ポンプを販売するための会社であった。1920年にはポンプ販売の事業を発展させてエバラ製作所を設立した。記念館の庭園には井口と畠山の共造が並んで立っている。畠山は社団法人発明協会会長を務め、 1960年には科学技術振興のための畑山記念財団を設立するなど社会貢献に努めた。1964年には畑山記念館を設立公開した。畑山は派手な宣伝をして客を呼ぶことは茶人の精神に反すると考え、開館記念展のポスターも作らず、所蔵品の図録も当初は作らなかったという。畑山は 即沖縄と星、茶人としても知られた。近代日本の美術コレクターには、実業家で茶人であったものが多いが、畑山は、こうしたタイプの茶人としては、最後の世代に属する。当館は、港区と品川区の境界付近に位置し、本館は、崖地の斜面に立っている。敷地は城郭を思わせる石垣と白壁の塀に、囲まれている。記念館の敷地は、江戸時代には、 薩摩藩首都をけの別邸だった場所で、1669年、江戸幕府が島津家に家付したものである。この地に隠居した島津茂秀では、皇帝差のある邸内の継承地を亀岡十勝と称し、1804年、諸公文人が付した七古鳥氏を濃した亀岡十勝の死費を混流。この石踏みはそのまま伝えられ、東館庭園内に現存している。 明治維新後、この土地は、薩摩出身で後に、三義、外務卿となった、寺島宗則の屋敷となった。寺島邸時代に、明治天皇が行幸使官能を催したことから、1934年、成績に指定され、明治天皇行幸所寺島邸記念碑が建てられた。畠山一世がこの土地を買い取ったのは1937年のことであった。敷地内には、 本館のほか、シャナアン、スイアン、アカツキ県、ニーザジキ、上落亭、ビシャモン堂などの建物、茶室があり、かつて隣接して、料亭般若ャがあった。般若ャは、奈良、般若寺の客殿を移築したもので、三島幸夫の縁の後に登場する料亭のモデルとなったことで知られる。シンプルな外装の本館は畑山自らの設計になる。館内は、 土足禁止で来客はスリッパに履き替えて入館する。1階には、平くし電柱作の和服姿の畑山一斉像があり、2階が展示室になっている。展示室は障子を通した自然光のもとで作品を鑑賞できるように配慮されている。展示室の一部に畳敷きの部分があり、掛け軸が床の間に掛けられた、際の本来の目線で鑑賞することができる。 畳敷きの部分に続いて、尊居やキリシタン道路を廃した路地を備える茶室、月案があり、希望者には抹茶と菓子が供される。所蔵品は、茶道関係が中心とした約1300件。日本と東アジアの陶磁器、水墨が、墨石、林波を中心とした日本絵画などである。畑山は、幼児から、宝生流の歌いをたしなんでいたので、農面。 農小族などの農学関連品も多数所有している。茶道具は大名物、中高名物、運州名物などの名物や、大名家伝来の品々が多い。これは畠山が、能戸畠山市の末裔という自負を持っていたことに、由来する。特に畠山は、松平不満を尊敬しており、運州造長記載の茶道具を30点所蔵している。展示は、春季展。 夏季点のように季節ごとに展示会が行われている。大規模改修工事のため、2019年3月17日から長期休館する。再開館日は未定。藤原助正筆書き上林ゴン南ズ時代筒地図、小形降臨筆転居2000年までの指定物件については、国宝、重要文化財大前別館による。 それ以降の指定物件については個別に客中を付した。2019年3月より長期休館中。ありがとうございます。